ライオはトゥルー、あなたは信じる、千葉谷転がる週刊都市伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。バスダのトエです。はい、今週も週刊都市伝説ニュースの時間がやってまいりました。はい、なんとまず最初にお知らせがございます。はいはいはい、はい、なんとこの裏側でやってる小雪 Vlog もですね、うん、週刊都市伝説ニュースを始めました。え、小雪さんはですね、都市伝説に本当に特化した番組なんですけども、ちょっとポップでライトなね、都市伝説ニュースも聞きたいっていうリクエストたくさんいただいたんですよ。はいはいはい、ちょっとディープなところに寄ってるじゃないですか。なるほど。でやるとね、小雪さんの視聴者はね、満足してくれないと思って。まあね。そう、でもね、ライト層に向けてはもうちょっとポップなね、ニュースを放り込んでるので、はい、ぜひね、そういう都市伝説が好きな方は、裏側の Vlog をご覧くださいませ。はい。で、前回はですね、僕いなかったんで、東亜くんがね、ソロで撮ってくださったわけですよね。ね、まあ、その時ね、岸田首相の話とか、はいはいはい、結構ね、こうディープめな話をね、してくれたと思うんですけど、ね。まあ、結構重めのね、話でしたね。そうです。で、今回もですね、そのコメント欄を眺めていたら、ちょっと面白いものがあったので、紹介させていただきます。はい、こちら、トリプルスパイクさん、ありがとうございます。はい、タイム誌の幻の表紙の件について、照明の位置は完璧に計算されていて、千円札の肖像画の都市伝説と同じで半分顔がですね、暗くなっている。はいはいはい。これすごいよね。で、その上、左手はフレームから外れていますが、フリーメイソンのサインになっています。おお。で、それが日本の選択となっているということは、どこの組織が日本を動かしているのかというのを教える形になっていると。なるほどね。幻になるのは当然と言えるのか。はいはいはい。はい、これを読んでみて、改めてこう見るわけですけども、どうですか？いや、そうやと思う。いや、このお札のようにね、顔の半分がもう別人になっているみたいな。まあ、これ有名な都市伝説ですけども、ね、こうタイム誌のね、表紙を飾るって言ったらすごいことじゃないですか。光がバンって当たって明るい日本っていうことじゃなくて、半分影が潜んでるっていうこのアンチテーゼ。ねえ。これちょっとやっぱ不気味にもやっぱ思いますよね。まあ、ジャパンハンドラーという言葉もありますからね。そうですよね。ということで今週もやってまいりましょう。はい。一つ目のニュースです。日本史上最大の謎が解明ということですね。おぉ、何ですか？はい。日本史の中でも最大のミステリーの一つ、邪馬台国は一体どこにあるのかという問題。これね、見つかったよね。そう、諸説がいろいろあったわけですよね、うん。奈良にあったんちゃうんかとか、そうそう。青森にあるんちゃうんかとか、ね。そう、琵琶湖のそこにあるんちゃうんかとか。もしくはないんじゃなかったかとかね、いろいろ言われたんですけども。まあでも、九州説、畿内説が有名ですよね。そうです。なんと5月29日にとんでもないニュースが飛び込んできました。はいはいはい。佐賀県にあります、弥生時代の遺跡である、吉野ヶ里遺跡で、はい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 、なんとこれまで発掘されていなかった謎のエリアで、当時に作られたと見られる墓が見つかったそうです。吉野ヶ里遺跡なんていう有名な遺跡にまだ謎のエリアってあってんだ。ねえ、はい、その墓のですね、規模の大きさからするに、かなり有力者の墓じゃないかということなんですね。でかいんや。そう。で、さらに今回見つかった墓はまた格別で、はいはい、埋葬する際に、掘る墓坑と呼ばれる場所が、今まで吉野ヶ里遺跡で見つかった18基と比べて、はい、1.5 倍。でかっ。投射費 1.5 倍。すごいね。規模が大きかったよってことで。はいはい。はい。そして墓の場所が見晴らしのいい丘の頂上に位置すること、まあ、この2つからですね、ついに卑弥呼様の墓が見つかった。やっぱり卑弥呼。卑弥呼様ということでね、はい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 、話題になっております。卑弥呼といえば古代中国の歴史書にその存在が書かれている邪馬台国の女王ですよね。なぜか日本の歴史書には卑弥呼様出てこないんですけどね。なぜかお隣、ね、中国の書物に登場する女性の人物、まあ、名前が違ったんかもしれないよな、日本では。あ、呼び名が。そう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 。何だったんですか、日本では。そりゃもう小町とかよ。小町、大町とか、大室町子、大町大室町子さんだというね、うん、多分ね、まあ、通称卑弥呼様がですね、はいはいはい、中国に使者を送ったのが239年というふうに言われてるんです、はい、踏みくださいね卑弥呼より、なんていう語呂合わせもあります。語呂合わせね、今のね。そうです、踏みいきなり何言い出したのか、239でね、はい、覚え方ですよ。その邪馬台国はどこにあったのかということは詳しくは分かっておりませんでした、はいはいはい。まあ、専門的に研究してる方でも九州にあったとか東亜君も言ってたんです、畿内にあったのか、そして僕が言った奈良にある説、はいはい、まあ、あるわけですけども、そのね、奈良県の桜井市にあります牧牧遺跡という場所で発掘された品々や建物の年代が卑弥呼の生きた弥生時代と一致することから、邪馬台国イコール畿内説が近年では有力視されたんですよね。邪馬台国は奈良県にあったのかもしれないと、まあ、記載する教科書まで登場していたわけなんですけども、ですが今回見つかった墓が佐賀県にあったということは、邪馬台国は九州にあったということになり、日本史上最大の謎が分かってしまうかもしれないということなんですね。でしかもですね、魏志倭人伝に記されていた7万戸に及ぶ家が並ぶはずの広大な土地、中国からアクセスのいい場所
巨大な建物跡やたくさんの遺物など諸々の条件を考えますと、やはり吉野ヶ里遺跡を含む九州説が有力じゃないかと、ね、なるほどね。今後の発掘調査によって卑弥呼の素性、そして邪馬台国の真実が明らかになるのかもしれないと、これワクワクするわけですけど、まあね。なのでですね、今回の墓の発見というのは歴史の教科書がもしかしたら書き直されてしまうような大きな出来事を意味しているのかもしれません。いやもうこの九州説はね、やっぱ推してる人たちにとっては引き下がれないような出来事になりましたね。引き下がれない、佐賀県で見つかりましたからね。佐賀県おもちゃみたいにやめてください。 SAGA 佐賀ですから。楽しそうだな今日。2つ目のニュースをお届けします。 NASA の UFO 研究班初の公開会議。 ありえなさそうな話ですね。またなんか名前おもちゃですね、やめてください。 NASA NASA ですから。花輪さんのギャグでやめてください。あの SAS あ俺もねあの NASA が UFO に関してまた衝撃的な報告をする可能性が出てきました。また UFO ですか。はい、これは6月1日に出たニュースなんですけども、はいはいはい、NASA の立ち上げた UFO 研究班が5月30日に初めて公開会議を開いたそうです。はい、この研究チームは16人の専門家で構成されているそうなんですけども、はいはいはい、おそらくこれまでは内部でさまざまな会議や相談をしていたものの、まとまった調査結果を7月末までに報告する予定になっていたということで、はいはい、今回の公開会議に踏み切ったということでしょう。そうなんや。会議はなんと4時間にもわたりまして、出席した科学者はこれまで多数目撃されている正体不明の物体についても解明していく姿勢を示したそうです。これすごいよね、公式にね。実際 NASA はですね、すでに去年の段階で UFO などの現象について分析を進めているということを発表していますから、はいはいはい、はい、このチームが多くの情報を集めているということはおそらく事実です。はあ、なるほどね。はい、実際に会議の中ではアメリカの国防総省で UFO などの調査を担当しているチームのリーダーが、これすごいよ、すでに軍用機などからなんと800件を超える目撃情報が集められており、はいはいはい、それも調査中であるということも言っていると。すごいね。軍用機からの情報って正確やんかね。相手のだってさ、敵機とかを捉える高性能なレーダーとかを積んでるわけやから、かなり僕たちがね、素人目で衛星を UFO やって言ってるのと違うわけですから。そういうレベルじゃないですからね。軍用機を使ってなさると、どうしても入れなあかんかな。どうしましょう。NASA をね、会議の中の発言によりますと、その一部には本当に得意なものもあるそうなので、7月末にね、これ報告書が出るらしいんですけど、今の僕たちからするとありえなさそうな話なのかもしれない。え、どうしました。で、僕は普通に会話の中で言っただけですよ。はい、あえて言おうとしたくてありえなさそうな話がね載ってるかもしれませんということですね。これどうですか、ロマンありますよね。そうですね、うん、ただですね、実は7月末より先にとんでもない情報がリークされてしまう可能性もあるそうなんですね。どういうことですか。はい、その日付なんと6月12日間もなくです。はいはいはい、はい、実は UFO の問題について世界的な専門家であるスティーブン・グリアー博士、いい顔ですね。どうしました、あの顔で判断してるんですか。めっちゃ派手てる、両方めっちゃ派手てる。やめなさいね、はい、これね、はい、この6月12日にワシントン DC で記者会見を行い、真実を公表する姿勢を見せているそうなんです。その際に彼以外にも極秘の内部告発者が加わるという話もあるそうで、見に行きたいよな、6月12日ワシントン DC。見に行きたいな、ね、彼によりますと、アメリカ政府はすでに議会の承認なしにある闇の計画に多額の予算をつぎ込んでいるそうです。嘘。日本でもね、これ使途不明な予算がね、どこに使われてんねんみたいな、たびたびやり玉に挙げられますけど、あ、やっぱアメリカでもあるんや、そういうの。そう、これまた闇の計画っていうのは怖いじゃないですか。しかも今回はこれに関して5テラバイトを超える政府文書やスパイ組織や軍などに属する、いや何文字書いたい、5テラバイトって。5テラバイトですよ。文書の中に動画や画像も入ってるかもしれませんよ、ね、はい、別に5テラバイトでそんな笑わなくてもいいよ。5テラバイトの文書ってどれだけ一生懸命も読まれへんのちゃう。テキストだけやったらもうえらい文字数やね、これね、うん、スパイ組織や軍などに属する700人以上の内部告発者の証言を集めたデータも公開されるということなので、はあ、はい、ただですね、今回 UFO に関する2つの動きを紹介しましたが、はい、これらがほぼ同時とも言えるタイミングで起きたとは、うんうん、まあ、どうしてもこのね、宇宙人の情報を今公開しなければいけないような事情になっているんじゃないか。なるほどね、うん、何らかの大きな出来事が、まあ、直近で起きてしまったことをほのめかしているんじゃないんですか。はいはい、いずれにせよ6月12日、7月という2つの大事な時期、大きな歴史的転換期になる可能性がありますよね。はあ、こんな最高なニュースがあったんですね。次のニュースです。謎に満ちたアジアの国。見出しからして面白そうでしょ。あ、実は5月31日に北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということなんですね。いや、これビビったんよ。もうこれ本当に、あの、俺帰る日でさ、イタリアから、あ、はいはい、ワンチャン日本に行く飛行機止まるぞと。
状況によってはだ。あ、なるほど。めちゃくちゃビビったこれ。もう J アラートっていうね、警告システム。朝6時ぐらいにさ、大変やったよこれ多分。そう、ありますけど、ものすごいけたたましい音で鳴る、なんかサイレンみたいな。そう、動画見た。ね、あるんですけども、実際にこれ沖縄などではちゃんとね、発令されてすごい音が鳴ってたわけですけども、これミサイルは、朝鮮半島西側の黄海の上空で消失したそうです。それは後悔してるやろうね。ちょっとあの笑いづらいんでちょっと笑わないんですけど、防衛省によりますと、北朝鮮は弾道ミサイル技術を使って人工衛星の打ち上げを目指したのではないかということです。はい、ただこの発射によりましてですね、何らかの物体が宇宙空間に到達したことはないそうです。失敗したと。消息も分かんないから、はいはい、防衛省は今後もさらに詳しい解析を行っていくとしていますから、うん、今後の動向に注目したいところです。一体そのミサイルどこへ消えたんでしょうかね。そうね。また北朝鮮自身はこの発射に関して国営放送である朝鮮中央通信で軍事偵察衛星の打ち上げに失敗したと発表していまして、はいはい、原因を調査した上で2回目の発射を速やかに行う予定だそうです。なるほどね。これどう思う、これ本当のこと言ってるかな。まあなんか怪しいよね。でもこれなんか日本のテレビで放送事故があったらしいですよね、うん、あ、そうなの。そう、なんか明日かもしれへんみたいなのが流れたとか、あ、切り忘れて流れちゃったんですよね。そうそうそう。だからあらかじめね、結構メディアの上層部はいつこういうニュースが出るのかっていうのを把握してるかもしれない、ね、結構闇っすよね。これはね、絶対やっちゃダメな放送事故、うん、だってこれ結構ニュースのさ、真相性に関わる根幹のことでしょ。そうなんよね。ニュースって作られてるんって話やんな。びっくりしたよね。これはそうだよな、うん、北朝鮮によるミサイル発射問題は今回だけではなく、ここ数年、まあ、何度も繰り返されてますよね。はいはいはい。まあ、いつの間にか僕たちはその J アラートとかミサイル発射のニュースに慣れすぎていまして、うん、どうせ日本の上空またいでどっか落ちるでしょ、海の中にとかね、うん、思っちゃいますけど、これ万が一その失敗がね、日本の本土とか北海道に落ちてもね、どうするんですかって話ですから。そうだな。慣れしすぎてしまうのも怖いし、慣れすぎてしまうことが目的にされてるのかもしれませんからね。まあ2022年はですね、北朝鮮は少なくとも59発のミサイルを撃っているそうです。いや、撃ちすぎはホームラン王かよ。 J アラートがテレビやスマホで鳴る日も増えてきました。なぜ北朝鮮はこのように無意味とも思えるようなミサイル発射を繰り返すのでしょうか。その理由はですね、まあいろんなメディアにも言われてますけども、最強の軍事力を持つということが目的、まあアピールしたいんでしょうね、はい、2020年から始まった国防5カ年計画というものに基づいているそうなんです。はい、これは今の北朝鮮の最高指導者でもあります、うん、キム・ジョンウンが打ち出した計画ということで、はいはい、ただ国際的に協調していこうという流れの強い今の時代に、なぜ最強の軍事力を持つ必要が、まあ、あるのかと。実はね、北朝鮮って今でも戦争中、まあ、戦時中なんですよね、はい、これ知らないですか。知らないですよ、ね。実際北朝鮮は1950年から53年まで続いた朝鮮戦争で、はいはい、アメリカを主体とする国連軍と敵対したままなんです。これね、終了の宣言をしてないんですよ。まあ、つまり休戦状態なんです、まだ。やんでるだけなんですよ、今。はいはいはい、はいはい、で。そのため、北朝鮮とアメリカは国交がない状態なわけなんですよね。そうですね。で、実際それもあって、北朝鮮に渡航したり、滞在したりしたことのある人は、アメリカに行くときには、ビザがないとダメという状態になってしまう。あ、そうなん？そうです。このように休戦状態ということは、まだ戦争は続いているわけですから、うん、いつアメリカと再度戦争がなってもおかしくない。まあね。うん、そういう、理屈からですね、アメリカの軍事力という脅威に立ち向かい国を守るためにミサイル開発には力をめっちゃ入れてんちゃうかと。なるほど。まあ、いうことになるわけですよね。えぐいね。はい、ただですね、ここまでの話ちょっと都市伝説味がまあ少ないんじゃないのって思った欲張りなね、小安田フリークの方もいらっしゃる。十分多いですけどね。はい、いると思うんですけども、実はこの北朝鮮という国自体がですね、世界の中で最も謎に包まれている国だというふうに言われています。そんな身近な国が近くに。はい、先ほども言ったように、うん、軍事力の話に目が行きがちなんですけども、はいはいはい、先代のトップ覚えてますかね、キム・ジョンイル、はい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 、生誕に関する伝説や三兄弟の末っ子のキム・ジョンウンが指導者になれたことに関する噂などに包まれていた次男のキム・ジョンチルの正体など話題にこと書くことのない国なんですよね。なるほどね、はい、もしかするとコメントで何かいただけたら、まあ、こうやって取り扱うことがあるかもしれません。まあなんかよくわからん国やもんね。そうね、まあ、ただでさ、やっぱりミサイルに関してはいつどんな被害が日本に起きるかわからないので、うん、まあ、日頃からですね、皆さん気をつけていきましょうということですね。こればかりはどう備えていいかはよくわからんけどね。まあでも情報をやっぱ正確に知ることが大事じゃないですかね、うん、これね。まあ地下がある町とかやったらね、うん、地下に行ったらいいっていう話はありますけど、もし発射されててもう本当に命中したぞってなったら、じゃあ次どういう行動を取ったりとかもわからないでしょ、うん、それをね、備えておくのはいいと思います。そうですね。はい、続いて4つ目のニュースです。世界滅亡
の予兆、はい、やばすぎやろ。はい、実は世界中で大きな異変が起きているようです、はい、なんと近いうちに世界で水をめぐる戦争が起きてしまうかもしれません。いや水はあるやろと思うじゃないですか、はい、世界三大学術誌と言われるサイエンス知ってますよね。もちろんもちろん、はい、2023年5月18日に発表された内容によりますと、はい、世界各地に存在する1972個の主要な湖の 53% に当たる湖で水量が減少していることが判明。へー、この現象は乾燥地帯や人口の多い場所だけではなく湿った地域や寒い場所でも起きているそうなので、今回の研究で湖の水の減少が世界的に発生している現象であることが判明したと言われます。日本も起きてるんですか。もちろん、その水源の水すらも中国とかいろんな外国の方々に買われてしまっているので、まあ、言われてますよね。それは実際戦争は始まっているんです。はいはいはい。で、取り上げてくれたらその日本気になりますよね、はい、琵琶湖でも起きているそうで、で他にも福島県の猪苗代湖、茨城県の霞ヶ浦の3カ所で確認されているわけなんです。そう、はい、湖の水の減少は世界的にも大きな問題とされていまして、そう世界第4位の湖面積と言われるアラル海があるんですけども、はい、日本の東北地方などの面積があった湖だってめっちゃでかいんやけど、あらちょっと今いやらしくちょっと聞かれてます。今や20分の1と鳥取県ほどに縮小したと言われ消滅しかかっているそうです。何笑っとんねえなよ。やめて。この影響によって湖の生態系は破綻し、湖付近の漁村は荒れ果ててしまい、そうそうやな、さらに乾いた水の底から吹き寄せられた潮混じりの砂が町村を襲い、天候にも影響を与えているそうなんです。このアラル海の干ばつはソ連が第二次世界大戦後に実施した大規模な政策で、はいはい、無計画で水を大量に使ってしまったことが原因とされていると。あ、じゃあちゃんと理由はあるんやね。理由あるんですね。で、今回の湖の水量の減少の原因、温暖化による水の蒸発や人間の活動が大きく関与していると考えられており、まあ、問題視されてるんだって。ほんま？ね、でもしこのまま乾燥し続けちゃうと世界中の水をね奪い合うような戦争が起きてもおかしくないよね。水を奪い合うっていうなんかエネルギーについてさ、なんか身近に感じちゃうんだよな。やばね。で、そして実はこの湖の水量の減少、もしかすると世界が滅亡する前兆なのかもしれないという、まあ、大きい問題でね考えている方もいるそうです。実はキリスト教の聖書の中では世界の終末についても書かれているわけですけど、うん、その前兆って知ってます？なんかまあ起こるんですかね。そう、世界中の至る所で異常気象が起きるというふうに言われていまして、まあ、その中で干ばつが一番最初に起きると言われてるんですね。干ばつなんや。そう、でその後飢餓、暴風雨、洪水などが起き、世界は一気に荒れ果ててしまい、キリストの再臨が訪れると言われているそうで、うわ、まあ、アメリカではですね、これ3割以上の人がこの異常気象を週末の前兆と考えているそうですよ。そうですよね。そして最後のニュースです、はい、大量のパスタの行方。何これ、パスタって知ってる？いっぱい食べてきたよ。いっぱい食べてきたね。イタリア行っても食べてるんだよね。この度とんでもないことが判明してしまいました、はいはいはい、今年小屋さんの中ではトップ10に入るのではないかというヨッシーパスタ事件に続報がございました。知ってますかこれ。この事件は僕たちが100万人に向けてのドキュメンタリーを撮影している時に起きた出来事なのですが、お腹いっぱいに食べて深夜の撮影に臨んでいたのにもかかわらず、パスタ10人前できたとスタッフのヨッシーがキッチンで大量のパスタを茹でてしまった事件でございます。この話を以前都市伝説ニュースの中で紹介したところ、ヨッシーが好きすぎるとか可愛いとか食べたいっていう好意的なコメントもたくさんいただいた中でですね、実はその可愛らしい事件と裏腹に小屋下で起きたパスタ事件がですね、世界に影響を及ぼしてしまったんじゃないかっていうとんでもない事件がやってきました。バタフライエフェクト。はい、それが漏れに廃棄された大量のパスタ事件。いやいや、はい、こちらをご覧ください。この事件はアメリカのニュージャージー州の森の中で起きておりまして、なんと廃棄されたパスタの量は約180キロに相当すると言われております。は、なんとですね、うちでも茹ですぎてしまったパスタがこんなところにまで廃棄してません。うちは1人前はだいたいね 100g と言われてますから、そうっすね、約1800人前分っていうことですよ。どうしたんこれ。ヨッシーが言ったんかもしれん、向こうに。いや、ヨッシー茹ですぎやろ。王宮の料理人な。うちのヨッシーってほらそういう天然のところあるじゃないですか。まあ確かにね。で、現場の様子を捉えた画像をフィラデルフィア在住の女性がツイッターへ投稿しますと、ネット上で話題が沸騰ということで、ね、パスタも沸騰してるけどね。そう、沸騰してしまってこうなったんだよねこれね。せめてもうちょっと味付けしてくれたらと思わないこれ。いや、より環境に悪なるやろ。で、今回捨てられたパスタはコロナの期間中に集められたものと考えておりまして、袋から出された状態ではあったのですが未調理だったということ。雨や湿気のため調理後のように柔らかくはなっていたということなんですね。実はですね、この地域周辺は粗大ゴミとか大型のゴミの廃棄システムがあんまないそうなんで、はあ、
パスタが捨てられていた森に他にもゴミをね廃棄する人が後を絶たないんやって。問題だとしてもこの量のパスタは説明できひんやろ。うん、おっしゃる通り。なぜラーメンじゃないんだってね。まあアメリカやからね。なぜ焼きそばじゃなかったんだみたいな。いやそれはね、アメリカやからね、パスタしかないんよ。パスタいかにもあるでしょ。イタリアやったら分かるけど、そんなイタリアもそんなパスタばっかちゃう、パスタばっかやったな。まあそのためこの事件によって地域の一部住民は町が粗大ゴミなどを回収するシステムを作るべきだと町を非難してるんですよ、まあ、今頃かと思うんですけど、はあ、ちなみにねこの廃棄されたパスタについて町長がちゃんとコメント残してます。町を責めるのはこの違いだ。パスタに関して事前に相談があればフードバンクに持ち込むなどの選択肢を提案できたというふうに住民の意見に反論しています。そういうことじゃないよな。しかし廃棄した人物の特定は避けたいと言ってるそうです。じゃあ犯人こいつやん。パスタの廃棄には公共の作業員が2時間ほどかけて廃棄したというふうなことを言われてると、はあ、一部では近隣の住民の仕業ではないかと言われてるそうですが、住民もパスタまだ買ってこいやろ。分量間違えたりしてよ。もう間違え800人前って一般家庭で食う量ちゃうやろ。どう考えて もこの近隣の住民のマジがあるかい。だからこの世の中にはですね、お弁当を誤発注するようなネイビーみたいなやつもいますから、まあね、パスタの茹でるの間違って10人前茹でちゃうよしみたいなやつもいるから、まあね、アメリカ規模がでかかったということで。でかすぎや、はい、ちなみに小安さんのパスタ事件についてはスタッフが美味しくいただきました。ご安心くださいませ。 はい、ということで今週のニュースはいかがでしたか。え、何が一番こう印象に思いました。もうなんか最後のパスタ事件めっちゃ伸びきってた助長。確かにパスタはね、やっぱ茹でたてすぐ食べるのが美味しいですから。そうよ。皆さんどんなにパスタ好きですか。カルボナーラ本当好きだよね。俺はもうボロネーゼ一択なんですよ。ボロネーゼでもあんま食わんかったな。向こうボロネーゼどうなんだろうね。でもあるボロネーゼって、ボロネーゼっていう地名があるんじゃん。ボローニャポケモンみたいなやつ出てくるよ。なんかあんねん、多分ボローニャがボロネーゼの生まれのちいちゃん知らんけど。いやそうわかんのか、まあ、だからパスタは美味しいってことやな。そうやな。じゃあ今度は See you。 コエッキー Vlog の都市伝説ニュースもお願いします。コエッキー Vlog のコール紹介するべきじゃん。このパスタなんでこっちで紹介。もっとふざけたやつやってるから。やばすぎやろコエッキー Vlog の都市伝何紹介してるチャンネル登録してください。はい、お願いします。さよなら。バイ。新世界が始まる。